ホセルイス・ハイル・ソリアは、メキシコのプロレスラー。ハリスコ州グアダラハラ出身。ショッカー、スーパーショッカーのリングネームで知られる。父は1960年代に活躍したルーベン、パト・ソリア。父のルーベンやディアブロ・ベラスコのジムでルーチャを学び、1992年10月16日に、地元からマスクマンでデビュー。1年ほど、 インディー団体を転戦。1994年、第2回、CMLL ルトルネオグランアルタナティバでシルバーキングのパートナーとして抜擢され優勝を果たす。1997年5月4日、ブラックウォリアーを破り、NWA 世界ライトヘビー級王座を発栄館。1998年1月23日、ミステルニエブラと組んで、ドクトルワーグナージュニア。 エミリオ・チャレス・ジュニア組を破り CMLL 世界、タッグチーム王座を奪取。1999年、新日本プロレスのベスト・オブ・ザ・スーパージュニアに出場。同年9月に行われた CMLL66 周年記念のイベントで、ミステル・ニエブラと組んで、アトランティス・ビジャの3号組に、マスカラ・コントラ・マスカラマッチで破れて、素顔になる。 2001年10月17日、ビジャノサン号を破り CMLL 世界、ライトヘビー級王座を奪取。2004年1月23日、ラパルカと組んで、ウルティモ・ゲレーロ、レーブ・カネロ組を破り CMLL 世界、タッグチーム王座を、再び奪取。同年5月3日に、バンピーロを破り、NWA 世界ライトヘビー級王座を、再び奪取。二千五年四月、 ティエネに参戦。同年5月に、トリプル A に移籍。同年には、ティエネにて、クリストファー・ダニエルズの持つティエネ、X ディビジョン王座に挑戦。また2006年には、ワールド X カップ2006にメキシコチームのリーダーとして出場。2007年、CMLL に復帰。同年3月4日に、後藤博士王旗の持つ NWA。 インターナショナルジュニアヘビー級王座に挑戦もダッシュに失敗。2010年12月13日、エルテハノジュニアを破り、NWA 世界ヒストリックライトヘビー級王座をダッシュ。ありがとうございます。